これが平穏だっていうの。痛みは伴うものだ。彼らは互いの能力を補い合うことで本来の能力以上の力を発揮するのです。あの子サイボーグだったわ。戦いに来たのはお前たちだろう。戦いをなくすための戦いなんて虚しすぎると思わないか。その迷いを捨てられるのが神だ。死ね。悪あがきもそこまでだな。ねお前も後を追うか。逃げ足だけは早いな。姉上、一旦戻ろう。アキレスを弔ってやらねば。あとは勇気だけだ。大丈夫だ。008がきっと見つける。うん？それにしてもみんなひどい傷ね。さすがに今度ばかりはやばかったぜ。俺たちも001が起きなかったらダメだった。力を使ったからまたちょっとだけ眠ってるのよ。でもまあなんとか敵の目を引きつけるのは成功したみたいだな。俺たちが全員陽動部隊とはさすがの神でも気づかなかったろ。
やっと着いたぜ。007が何か情報をつかめればいいんだがな。奴らがサイボーグということは、それを作った人間もいるはずだ。だが、あそこまでのものを一体誰が、何のために。彼らの手段はともかく、地上から争いをなくしたいと思っているのは確かみたいです。作った人もそれを望んでいるんじゃないでしょうか。うん、だったら話し合いの余地はあるんだがな。どうかね。やり方が乱暴すぎるぜ。それに何だって神なんて名乗らせるんだ。みんなひどい傷だな。今のうちに直しておこう。004、君からだ。それでは結局、00ナンバーのサイボーグを一人も片付けていないということではありませんか。なのにこちらはアキレス様を失い、このままでは神の名が廃りますぞ。分かっている。明日には必ず息の根を止める。それでいいだろう。その言葉お忘れなく。そんなことより、今夜はアキレスを偲んで宴を開く。準備しろ。はあ。奴は運がなかった。でなければ神が、あんなサイボーグどもに。あの男をどっかで見たような。おかぼう、やめろ。来な、来なよ。ここの連中はわざわざこんな姿をしてんだ。アルテミス、いない。急に動くな。応急処置しかしていない。君が？ありがとう。でもどうして？わからん。お前と話してみたかったのかもしれない。なぜだ？え？なぜそうまでして我らの邪魔をする？何千年もの間、人は戦いを繰り返し、殺し合いを続けてきた。その結果何を学んだ？より大きな戦いや殺し合いだ。そして戦いを止めることになると、途端に人は無力になる。祈る以外のこともせず、ただ神を待っている。この先何千年経とうと変わらん。
かもしれない。ならなぜ人の側につく。もう人でないお前たちがなぜだ。それは多分そうじゃない可能性もあるから。人にも目に見えない可能性はある。ありえない。僕は信じたい。戦いを始めたのが人なら終わらせるのも人だ。少なくとも力じゃない。神の力はいらないというのか。君たちは神じゃないよ。アキレスのために涙を流した君は人だった。きっと人は人でしかないんじゃないかな。どんな力を持ったとしても、それでも僕は人でいたい。アルテミス、あやつ。私は神だ。神でなければならない。弟のためにも。弟？アポロンのことか。血のつながりがあるかどうかは分からん。我らには人であった時の記憶が何一つないからな。それでも弟だと思っている。いや、思いたいのかもしれん。すぐこの島を去れ。出なければ次は本当に倒さねばならない。ダメなのか。戦いは避けられないのか。無事だったか。002、お前が見つからないってんでみんな心配してたんだ。うん、大丈夫だ。アキレスに。アルテミス様、今までどちらに。別に、海岸を散歩していた。ほう。姉上、例のサイボーグどもを明日の朝殲滅することになったぞ。そんなに焦ってどうする。明日は皆でアキレスを。アルテミス、お前はなぜそんなにサイボーグどもの肩を持つ。肩など持っていない。では傷ついたサイボーグを助けたことは何と説明する。情けない愚かな人間に戻るのか、アルテミス。違う、アポロン。私は分かっている。奴らの口車に乗せられたのだ。姉上はもう奴らに近づかない方がいい。アポロン。大丈夫だ。俺たちが奴らを始末すれば気の迷いも晴れる。そうじゃない。私はただ姉上。これ以上俺を困らせないでくれ。神としての誇りを忘れるな。分かった。アトラス、パン。お前たちはアポロンに従え。いいな。まったく、アルテミスに神は務まらん。大丈夫か。ああ、なんともない。009。おお、無事だったか。みんな、ごめん、心配かけて。よかった、無事で。ん？なんじゃ、手当てもしてきたのか。これはアルテミスに。わて、ほんまはずっと思ってたね。アルテミスの言ってたことにも一理あるって。人は戦いを始めることはできても、やめることはできないか。
俺は009と同じ考えだ。人に可能性がないわけじゃない。そうよ、人は愚かだとしても無力ではないわ。信じたいね。ああ、信じることだ。それが可能性を生む。ん？そうだな。どうもどうも、手間取って申し訳ない。007、捕まってスマキにでもされたかと思ったぜ。我が輩に失敗の二文字はない。それより、あの神殿にうさんくさいやつが一人いたな。うさんくさいやつ？どうも見覚えがあるような気がするんだが、こんな顔してた。お、ガイア博士。おや、私をご存知で？ブラックゴーストの科学者の一人じゃよ。彼も最初は私と一緒にサイボーグの研究をしていたんだが、君たちの開発が始まって間もなく独自のプロジェクトを実行すると言ってチームを離れてしまった。私の設計が気に入らなかったらしい。自分こそ最高の科学者と信じて疑わなかった。サイボーグから元の記憶を消す？何を考えているんだ。それでは人としての存在を消してしまうことになる。何が悪い。人としての記憶など能力の妨げになるだけだ。私は神に等しい完璧なサイボーグを作ってみせる。ビンゴだな。奴らにぴったり当てはまる。でもアルテミスたちが争いをなくしたいと思っているのは本当だ。ブラックゴーストだったらそんなことは。ガイア博士が改心したか、彼らを騙しているのか、どっちかだな。それともう一つ、神殿の地下にでかいエネルギー装置があった。難しいことはわからないが、ありゃかなりとてつもないぜ。エネルギー装置？それが世界中に異常現象を起こしたエネルギーの増幅装置だ。001、目覚めたのね。おそらく僕と同じエスパーの力を増幅させているんだと思う。今僕が感じ取れるエネルギー量だけでも各国に壊滅的なダメージを与えることができる。今すぐ破壊すべきだ。結局奴らとの戦いは避けられないってわけだ。そうね。辛い戦いになるわね。ガイアか。はい、アルテミス様。何の用だ。もうアポロンに口出しするつもりは？そう、口出しはやめてもらいますよ、永遠に。せっかく神に仕立ててやったというのに邪魔ばかりしおって。何を言っておるのだ。お前はもういらん。私は神だ。神でなければならない。弟のためにも。神殿のエネルギー量は僕と博士で何とかできると思う。007、008、一緒に来てくれ。分かった。またあそこか。表立っての戦闘は009たちに任せる。彼らは今度は全力で君たちを潰すつもりだ。苦しい戦いになるぞ。分かってるよ、あんまり脅かすな。行こう。サイボーグども、神の裁きをいつまでも免れると思うな。これでやっとブラックゴーストにとって邪魔なサイボーグたちが消える。